お肉を食べて暑さを吹き飛ばしましょう。マジで調査隊。来週火曜日8月29日は焼肉の日。そこで今日は焼肉に関する調査依頼。熱海市なんですけど、焼肉の町って呼ばれてたんで、それでなんで焼肉の町って呼ばれてるのかなと思って。玉ねぎや発火の町として有名な北見がなぜ焼肉の町となったのか。20日まで赤北線が運休していた北見へ調査員が飛んだ。ありました、ありました。あちらに焼肉屋があります。そしてその向かいにも焼肉屋、奥を見ても焼肉屋があります。北見駅の周辺を調べてみると、隣り合わせに焼肉店があるだけではなく、なんと焼肉店が7店舗も立ち並ぶ通りまで、駅前の狭いエリアに30店舗以上。焼肉店だけにぎゅうぎゅうにひしめき合っているのだ。そこで創業49年、地元でも人気の老舗幸風園で話を聞いた。めっちゃ美味しいですね。いやでもすごいコリコリしてて食感もいいんで、これ最高です。肉が甘いです。もう病みつきで通ってます。北見はお肉に味がついてないんですよね。ご当地グルメとしても有名な北見焼肉は、サガリやホルモンなどの内臓肉を七輪で焼き、フルーツや調味料などを加熱せずに作った生だれにつけて食べるのが特徴。ではなぜ北見は焼肉の町と呼ばれているのか。よくわからないです。気づいた頃から焼肉の町になってました。北見市民でもわからない焼肉の町のルーツ、幸風園の佐々木愛子さんに話を聞いた。なぜ北見は焼肉の町と呼ばれてるんですか。はい、北見は人口の割には焼肉がすっごい多いんですよ。全国で2番目ぐらいになってるらしいんですよ。それで北見焼肉の町っていうことになってると思います。実は2019年に行われた調査によると、人口1万人あたりの焼肉店の数で北見は全国で2位。札幌よりも北見の方が圧倒的に多いのだ。それにしてもなぜこんなにも焼肉店が多いのか。マジで調査隊。なぜ北見は焼肉の町と呼ばれているのか。焼肉店が多い理由を北見市の斉藤さんに聞いた。北見の町の駅裏に食肉、まあ、昔の土地区場ですね、これがあったということで新鮮な肉が手に入ったという。焼肉の町のルーツは1世紀以上遡る。1957年発行の北見志士を見てみると、1900年、平野鈴太郎が川向かいに食肉処理場を経営したとある。つまり焼肉の町のルーツは1900年頃から始まったと考えられている。そんな北見に最初の焼肉店が誕生したのは1950年のこと。当時北見駅の南側に食肉処理場があったのだが、サガリやホルモンなどの内臓肉は食べられずに捨てられていたのだ。そこに目をつけたのが北見で最初の焼肉店、力。仕事帰りに国鉄職員とか市の職員が肉をちょっとつまんで帰ろうということで広がったのと、まあ途上でもつ鍋ですね、それが市役所の中に広まってですね、暮れとかですね、何か締めの時にはみんなに振る舞ったっていうのが、それがお店に波及していったっていうのは僕は聞いてますね。こちらは1957年の北見たぬき工事の写真。小さくホルモン焼きと書かれている店が力だと考えられている。その後鮮度抜群の内臓肉が安くて美味しいと一気に焼肉店が急増したのだ。そんな北見焼肉を一躍有名にしたものが、こんな寒い中焼肉するって、このバカバカしいお祭りが最高。
毎年2月に開催される北見玄関の焼肉祭りだ。氷点下10度の寒さの中、屋外に七輪を並べて大勢で焼肉を楽しむイベント。もう固まっちゃって、もう冷たいんです。凍ってるよね、もうね。シャーベットになってますよ。モンゴルから来ました。ベランベーン。インドから。そんな世界から人が集まるイベントなのだが、古くからあったわけではない。北見全体が一つになって初めてあの焼肉祭りができたんですよ。そう語るのは当時 HBC 北見放送局長で最初に焼肉祭りを開催した一人、鎌田剛さんだ。ちょうど2000年、うるう年なので29日があるんですよ。ミレニアムな肉の日じゃないですか。しかも夜に外でやったら、まあ、寒いし、こんなバカなことをやるやついるんだっていうことで興味を示してくれるんじゃないかなと思って皆さんに提案したんです。そうして2000年に焼肉祭りがスタート。寒さが厳しい北見で屋外で焼肉を楽しむ光景はインパクトが強く、多くのメディアが殺到。焼肉の街北見を一躍有名にしたのだ。本当にこの文化をね、どんどん広げていってほしいし、まあ、単なる焼肉じゃなくていろんな味を楽しめるとか、まあ、鹿肉とかね、ちょっとしたこう発展があるとまたいいなって思ってます。まあ、言うだけ何でも言いますけどね。久しぶりに鎌田大先輩を見ました。そうですね。では調査結果ですが、北見が焼肉の街と呼ばれているのは人口1万人あたりの焼肉店の数が多いからでした。田村さんは北見で焼肉っていうのは経験ありますか？はい、ライブで北見に行くときに必ず焼肉食べますけど、今年ももうすでに2回食べてます。今年でもう2回、あと2回行く予定なのでまた焼肉食べたいなと思ってます。まあね、歩いてるとおのずと目に入ってきますからね、お店入っちゃいますが、満島さん、この玄関焼肉祭り、はい、非常にいい文化ですよね。いや、すごいですね。この氷点下で焼肉、もう北海道ならではみたいな形だと思うんですけど、実際にこれに行ってからすすきのに遊びに来るっていうお客さんに何かあったこともあるので、やっぱり大きな観光資源になってるなっていうふうに感じます。道民からしたら寒いっていうのはちょっとマイナスに考えがちですけれども、世界中の暑い地域の方にとっては魅力に感じるんですもん ね。多分地元の人にとっても多分誇りに思ってるんじゃないかなとは ね、はい、来場者も増えてるみたいですので続いてほしいなと思います。暮らしの中で感じた疑問や悩みはもしけ調査隊まで。チャンネル登録もよろしくね。